裾野市のさくら保育園では6月から8月にかけ保育士3人が複数の1歳児に刃物をちらつかせたり宙づりにしたりする問題行為が明らかになっています。相談を受けていた裾野市は今日緊急の会見を開き、不適切な保育ではなく虐待だと認識していると説明しました。これは虐待であるというふうに私は認識をしております。虐待をもってですね、これは私は犯罪でもあるのではないかという認識を市長として持っておると。その上で寝かしつけた園児に五輪中ですと発言するなど、合わせて15件の問題行為が確認されたことを明らかにしました。泣かない園児に対し額を叩き無理やり泣かせようとする、手足口病の症状のある園児のお尻を無理やり他の園児に触らせる。さらに市は園がすべての保育士に対し問題行為を口外しないよう誓約書を書かせていたことを指摘しました。一方で市は通報から公表まで3ヶ月以上経過したことについて謝罪しています。市がより強い権限の下で勧告や命令を行うべきでした。深くお詫び申し上げます。市は園に対し県と特別指導監査を行う方向で調整していて、問題行為が確認されれば刑事告発も検討する方針です。裾野市が報告を受けた3人の保育士による問題行為がこちらです。まず、泣いている園児を携帯電話で撮影する、園児の頭をバインダーで叩き泣かせる、棚に入った園児の足を掴んで引っ張り出し宙吊りにする、遅刻の連絡があった園児の腕を引っ張り遅いんだよと怒鳴る、こういった恐ろしくて目を覆いたくなるような問題行為がこのように15の項目にわたって確認されました。